はい、おはようございます。マスアートです。休み明けの月曜日ですね。今日は3月、2020年3月の、9日月曜日です。では今日の御言葉の時といたします。はい、今日の御言葉、箴言19章の2節、熱心だけで知識のないのは良くない、急ぎ足の者はつまずく。箴言19章の2節。新幹線はスピードが売り物です。でも新幹線にブレーキがついていなかったとしたらどうなるでしょうか。大変なことになります。熱心だけで知識のない人は、ブレーキのない新幹線のようなものです。ここでいう知識とは、神様から与えられる判断力や自分を抑える力のことです。今日の祈り、良いことのために熱心であり、それを正しく行うことができるように知識を与えてください。はい、今日の御言葉のカードに感謝いたします。御言葉に感謝いたします。素敵なカードですね。表の御言葉の欄と、はい、このように御言葉欄と、裏のコメントの欄です。はい、素敵なカード、御言葉のカードです。ではお祈りいたします。天の父の神様、休み明け、月曜日のがスタートしました。今日も一日主とともに、歩むものとなさせてください。この祈りを私たちの個人的な救い主、主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りいたします。はい、では、週明けマスアートでした。パッションプリーズユー。はい、失礼しました。